はい、ではさあ、こんにちは。TI からのプライスと申します。さあ、今回の動画なんですけども、今後ですね、シーズン13以降で登場するスパレジが今回判明しました。で、このスパレジのね、どのキャラで登場するのか、そして、この外見はどういった感じなのかについて、このスパレジの、まあ、詳細な情報っていうのを今回こちらの動画で詳しく話していこうと思います。で、もしですね、こちらのね、スパレジ結構かっこいい、もしくはね、めっちゃかっこいいって方もしていましたら、ぜひともね、高評価のほどよろしくお願いいたします。僕はね、めっちゃかっこいいと思っております。はい。ではまず前から話していきましょう。で、これまで Apex ではシーズンごとにコレクションイベントが登場しておりまして、前回はクリプトのスパレジを購入できるコレクションイベントが Apex にて登場し、これが大きな話題となっていました。で、この当時のクリプトのスパレジは登場がシーズン8から噂されておりまして、この当時から刀の継承でスパレジが登場することが判明していました。そして今回、次なるコレクションイベントで実装される可能性が高いスパレジの外見が判明しまして、これが大きな話題となっています。で、今回はこのコレクションイベントで実装予定の最新スパレジの概要についてを詳しくね、話していこうと思います。それでは今回の動画のタイトルといたしましては、今回決定したスパレジがかっこよすぎる件ということで、今回はね、こちらに関する詳しい話題をお送りしていきます。よろしくお願いいたします。ではまずですね、この最新スパレジの概要から話していきましょう。で、まずですね、今回このスパレジが実装されるレジェンドはバルキリーでありまして、このスパレジの計画自体はおそらく直近で始まったものと思われます。で、というのもなんでかって言いますと、スパレジは登場の半年以上前からその実装計画がスタートする傾向があるんですけども、今回のこのバルキリーのスパレジが判明したのはここ2ヶ月前後からであるんですよ。ただですね、その外見のかっこよさからすでに多くの海外ユーザーから注目を集めておりまして、で、実際にリディットなどではこのバルキリーのスパレジ映像が投稿されると、これが非常に大きな話題となっています。だね、実際その映像っていうのを見ていきましょう。で、こちらがですね、実際に投稿された映像です。で、こんな感じですね、バルキリーのスパレジの外見っていうのが今回こちらで判明しました。もうこれ、正直言ってめちゃくちゃかっこいいんですよ。槍の形状なんですけども、この槍のここの部分ですね、さすまたみたいになってるのがね、まあ、かなりポイント高いと思います。で、まあ、こんな感じですね、まあ、バルキー自体がですね、日本人っていうことも相まってですね、まあ、こう日本文化をかなり取り入れた、このバルキリーのスパレジの形状、かなりね、かっこいいと思います。はい。で、実際に持った感じがこんな感じなんですけども、まあ、結構ですね、こうバルキリーの、こういったスキンにですね、かなりマッチしていると思われます。いや、ほんとこれ、実際ですね、僕もバルキリー結構使うので、だからね、まあこのスパレジ結構早くですね、登場してほしいと思っております。もう本当にね、見た感じからもめっちゃかっこいいんですよ。で、またですね、これ以外にもですね、まあ若干暫定ではあるんですけども、このね、バルキリーのね、スパレジのモーションに関しても、現在若干判明しております。はい、まあこんな感じですね。まあ、かなりスパレジの部類としては、まあ、これ、バンガロールの、まあ、ナイフとか、また、ジブの斧とか、そういったものと比較してかなり大きくて、まあ、どちらかというと、レブナントの、まあ、斧レベルで、おそらく今回のこのスパレジでかいと思われます。まあ、結構、バルキリーの身長くらいあるんですよね。だから、こちらのスパレジ持って走る感じだと、まあ、かなりですね、まあ、どうなんですね、視界塞がないかなっていうのが、そこがね、まあ、唯一心配なんですけども、まあ、ただですね、まあ、外見からしてみて、まあ、おそらくですね、まあ、これ、持って走る感じだと、かなりいかつい感じになると思われます。で、こちらが単体のですね、この詳細なディテールなんですけども、もう本当にですね、めちゃくちゃかっこいいんですよ、本当に。なんか、この、まあ、昔のですね、このなんだろう、この若干昔っぽい刻印を残しつつ、まあ、こういったね、まあ、細部の形状を見ると、かなり近未来感がありますので、このね、まあ、昔の造形プラス近未来を取り入れた、まあ、かなりこのバランスがですね、よく取れているスパレジだと思います。まあ、こちらがですね、今回バルキリーのスパレジとして判明した、こうね、外見です。僕的にはかなりかっこいいと思うんですけどね、もし皆様のね、まあこれめっちゃかっこいいとか、まあここ、ちょっとこれダサくないとかね、まあそういった意見何かありましたら、コメント欄にお寄せのほどよろしくお願いいたします。まあこのようにですね、バルキリーのスパレジは、エイペック市場でも類を見ないほど完成されておりまして、おそらくこれをかっこいいと思う人も多いと思います。で、実際ですね、海外では、このバルキリーのスパレジは、キャラ、そして日本文化とマッチしていて、とても良いという評判がありまして、実際この映像自体も多くの評価を得ております。で、今回は、このスパレジが実際いつ頃に登場するのかについてもね、詳しく話していこうと思います。ではね、次に二つ目、この実装時期についてもね、話していきましょう。で、まずですね、今回このスパレジが判明したのは3月中旬でありまして、その当時はまだテクスチャすら完成していない状態だったんですよ。そのため、これまでの傾向であった判明から半年以上経過してから実装がされるのであれば、実装時期はシーズン14の中盤である9月中旬となる可能性があるんですよ。
しかし先ほどの映像ではすでにですねテクスチャそしてスキンが完成しておりまして、またこのスパレジのモーションもすでに完成しているような状態だったんですよ。そのためですね、もしこのスケジュールが前倒しされるのであれば、このスパレジの実装はシーズン13中に行われる可能性がありまして、で、実際シーズン13でコレクションイベントが到来するとして、このバルキリー以外に現在候補がない状態なんですよ。そのため、今後近いうちにこのバルキリーのスパレジが登場する可能性もあるため、今後新たに情報が判明したら動画でお伝えしていきたいと思います。はい。で、もしですね、こちらに関して、まあ、このバルキリーのスパレジ早く登場してほしいとか、そういった意見何かございましたら、コメント欄にお書きのほどよろしくお願いいたします。はい。っていった感じで今回の動画は以上となります。もしかしたらですね、参考になったまたはですね、バルキリーのスパレジかっこいいと思った方いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではですね、次に、現在ですね、めちゃくちゃこう沼とされているゴールド帯のね、このランクマッチの映像も載っけてありますので、こちらもね、最後までご視聴いただければ幸いです。それでは本編どうぞ。レース入ってきてる。レース合ってる。ワンダウン。強すぎ、ナイス。アンチ、俺入ってるじゃん、これ。オッケー、一人やった。はい、強すぎ、どこ抜いた？ここ。いや、かけられたわ。こっちもやり合ってる、こっちも。オッケー。やべ。やってる。ナイス。ナイス、強すぎ。ほんとだ、ここにいっぱいいるんだ。うえぇ。それ、待って。車線取ってるよ。やったー、189だ。まあ、ごめんねーな。今潰せんじゃん。逆に今潰せるわ。行くわ。あー行きます。ブラスターだよね。ブラスターした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 してる。スキャン家の中家の中壊れたの。92一人やってる。待って、それやばい、それやばい。あっすげえ拾った俺。 OK 壊れたやった。ナイス、自己差でいい。俺自己差でいい。このまま警戒してしゅ。 OK 大丈夫。やり合ってるやり合ってる。なんかやり合ってる。オッケー、スキャン。そこ弾かねえと。それ結構ロー。2枚いる、2枚いる。ナイス、100じゃん。オッケー、オッケー。もう下がっていい、もう下がっていい。ナイスも逃げる、それ。ナイス、ナイス。もう下がっていいよ。下がってる、下がってる。ブラは135。オッケー、ナイス。真上だ、それ。真上。真下か真上だ。いや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 、1人やってる、1人やってる。なんだなんだ。アンチで死んだ。もう1人ここも35入ってる。オッケー。もう一人やってる、もう一人やってる。ナイスナイスナイス。あれ、これそれね、金ノックやね。うん、いやまだ一人いってないっすね。終わったじゃん。ここら辺じゃない。いろレースレースレース。60キロロロ。あ、ビリってるビリってるビリってるよ。ビリ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 。はい、ナイス。でかい。金ノック多すぎだろこれ。やばい。ナイス。ワンピックは取れたけど。うわー。